何回か言ってるけど、きっちり言いそびれてると思うけど、暴走族っていうのは、若い頃にやめてるやんか。でも、その時に、駅前とかで飲んだりやってバイヤーとか。で、いつまでも暴走行為続けてるやつっていうのバイヤーと交渉と取引してるの。相手の場で、まあ、いろいろなんか言ってて、正式なかかって。ほんで、もう犯罪を犯せないと。犯罪を犯しても、また精神病院、入院。で、長期入院制度なくなったから。で、自立心理療、人権問題。で、地域社会の人権、踏みにじられてんねん。なんか見たところか、歯磨き上申書に書いてんの、それうち。それもちょっと様子見てんの。うちからの報告もあるっちゅうこと。ナマコアマシリーズ。読んではるかもしれない。うちは谷垣上申書っていう、このシリーズね。あってはるはず。この手術何回か打ってんねん、実は。筋に。だけど、みんなに初めて聞いたかな。もう谷垣使うと、なんか、提出してるもん。こういった、なりますね、最初に。西暦2017年ね。東京まで。まあ、東京まで行ったけど、わざわざ。だけど、まあ、熊でもって言ったら熊で。みんなをなんか、デモ隊変えてたから、何万人も。うち熊でもって言って、商売は何で、実体経済に来いみたいな。アーベノミクス、実体経済に来いみたいな。熊手のことか。で、当初とかと多分、厳しいからの世界はあだ名に。コリさん。時につい。ベテランになってからゴリラっぽくなって本で呼ばれたり、あとなんかあんな世界で、騒がいとき。子供ですよ、本当に。それで、超ベテランの人が、なんか面白いことを呼ばれて、人ってかなったことになるんだけど、熊出ちゃんって、警視総監に例えなくても、熊出ちゃんって言うんだけど、ちょっと脱線しちゃった。だから、谷垣さんとかに言ったら、引退なさる直前、引退とか持ってるかな、非常に少ない資産が、僕の預かりますので、郵送してください。お父さんに何て言うで、思うで、勝手に決めつけてるけど、そういうことにしよう。そういうの面白くないから、まあ、自分みたいな。基礎さんのこと、と思うけど、ここはかっこよく。かっこいいよ、その方が。客室、そのぐらいの客室コーヒーが、どうせこれ、回転、ペラってるだけだから。どこに書いてるかもねって書いてあるから。まあ、あれはね、政治文書だし、SNS で紹介して、出発した感じ。あれを元に、このゲームの中で作られた。どうせかと思って。僕らは母のこと、大体創作活動をして、全部精神的な、経済的な、宗教のことも、全く学校やから、ぽいってことも、メッサ参考にしてても、それっぽいってことはせえへんから、それはうちのプライド、実際的な創作活動を、創作活動を見つかってるし、まあ、もう、いいけど、実際見たことそのものが書かないと。幼稚園から漫画描き始めたのに、実際見たことも、何のことか分かるのか、嫌のうちのプライド。こんなん嫌のうちは。だから、ああ、なんかこんな参考にしてるのかもねって、バレてもしゃあないかもしれんけど、例えば、指輪物語の登録の研究とか、何の技術かって、全然言ってくれなくて、こういう時です、こういう時ですって、ああ、そんなうち参考にしたけど、そういう時じゃない。ましてや、ケープタウンまで。で、中津くんって明らかにアフリカ大学の方たちが、何を参考したのか、聞いてなかったんですよ。でも、
違う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 違